ロージャーは1992年に公開されたインドのロマンティックスリラー映画。マニラトナムが監督を務め、アルビンドスワーミ、マドゥーが出演している。映画はマハーバーラタにおけるサビドリとサティアンの関係をもとにしている。ナショナルフィルムアワードの国民統合、最優秀長編映画、ナルギスダット賞を含む3つの賞を受賞し、第18回モスクワ国際映画祭で、 最優秀作品賞にノミネートされるなど国際的にも高い評価を得た。タミル語、ヒンディー語、テルグ語の市場で工業的成功を収めた。アルビンドスワーミマドゥーマニラトナム映画はシュリーナガルで実際に発生したエンジニア誘拐事件と夫を救出しようとした妻の話をもとに制作された。彼女はテロリストに公開文書を書いており書面の内容は 映画の中で刑務所のワシムカーンに対して発した言葉と同様のことが書かれ、テロリストの両親に訴えかけていた。マニラトナムによると、A、映画は彼女の球場を元にしており、脚本の残りの部分は刑務所のシーンに向かって作られたという。ラトナムはアンジェリー制作中にロージャーの概要をキッティに伝え、彼に監督を務めるように打診したが、彼は 自分のやりたい仕事があったため辞退した。映画について尋ねてきた、K、ケイバーラチャンダルにラトナムは詳細を伝えたことで企画が動き出した。ラトナムはバーラチャンダルと共同で企画を進め、映画業界に入るきっかけとなったバーラチャンダルとの仕事を喜び、自身が手掛ける最高の作品にしたいと願っていた。バーラチャンダルは話を聞いて即座に、 ラトナムの企画に賛同したが、映画のタイトルがたんだ、貧乏と同じような響きに聞こえるとして嫌っていた。ラトナムはカシミールの綺麗なバラにはトゲがあるという側面を表しているロージャーがタイトルにふさわしいと考えており、大替案としてイルドバラを提案したが、バーラチャンダルは最終的にロージャーのタイトルを受け入れた。 ロージャーはラトナムが初めてステディカムを使用した作品であり、テロリストの隠れ家を撮影する際に使用された。小学の予算しか集めることができず、スタッフもそのことを理解して、小学の賃金で制作に参加し、音楽監督には新人の AR ラフマーンが起用された。映画の題材になったカシミールについても、当時のタミル人にとっては、馴染みの薄い事柄だった。 ラトナムはロージャーについて多少の実験と呼んでいた。また、インドの政治背景と人間関係を描いた最初の作品となり、後年同様の題材を用いて、ボンベイ、ディルセココロからを続けて制作した。ロージャーは、サビトリとサティア版を現代的にアレンジして取り入れている。 ラトナムによると、映画はもともと政治映画にする予定はなかったが、これはインドが変化へと進む段階であり、そのことが私に影響を及ぼし、自分の仕事への道を示したとして、政治映画にしたと語っている。主役には、ラトナム監督作品、ダラパティ・オドル・ゴッドファーザーで、俳優デビューしたアルビンド・スワーミが起用された。ヒロイン役には、アイシュワリアーが検討されていたが、彼女は、 スケジュールの都合でオファーを辞退したためマドゥが起用された。後に、オファーの辞退は、アイシュワリアーの祖母が行ったものだと判明し、アイシュワリアーは映画に出演できなかったことを深く公開したという。ラトナムは、カシミールの女性役に、カリシマカプールを起用しようと考えていたが、タミル語映画に起用するには出演量が高額すぎる、ため断念したという。バイシュナビは、 ロージャーの妹役として起用された。ラトナムはカシミールでの撮影を計画していたが、同地でテロ事件が発生したため別の場所で撮影せざるを得なくなった。撮影はクーヌール、ウダカマンダラム、マナリで行われた。撮影監督の3等趣旨版によると、脚本段階で多くのイメージが書き込まれたという。カシミールに雪が降ることも、 脚本の段階で書き込まれた。チンナチンナアーサイのシーンは、ホゲナカルダキとコータラムで撮影された。ヒンディー吹き替え版では、スワーミーの声をシャクティシンが演じており、マドゥーは本人がそのまま担当している。撮影期間は60日前後で終了した。ジャンプカットのクムダンマデリアは、映画は、中流階級ヤッピーの主人公の国家主義の情熱を、称賛し、 カシミールの反国家共同主義テロリストをインド全体への脅威として位置づけていると指摘している。作詞家として制作に参加したバイラムトは映画の緊張とアクションが詰まった内容が私的なタイトルと対照的だと感じていたという。ロージャーは愛国主義的なテーマが広く受け入れられた。ニューストレーツタイムズの警備ジャイアンは監督の下で アルビンドとマドゥはベストを尽くしました。サントシュシバンの優れた撮影技法は私たちが村を見る際に抱く美しさを作りました。またカシミールの雪に覆われた山々や花の茂った谷も見られますと批評している。インディアンエクスプレスのマリーにマンナとは映画をジェリー・レービン誘拐事件を題材にしたヘルドホステージのインド版と表現した。彼女はアルビンドの演技をりりしくて 自然としたものと称賛した。また、夫の救出を訴えるシーンのマドゥの演技を称賛した。ありがとうございます。